株式会社岩手メンコイテレビは岩手県を放送対象地域としテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称はミット。現在の本社は森岡市にある。コールサインは JoyDTV で FN への系列フルネット。県内民放では3番目に開局した。資本的には 富士メディアホールディングスの持ち分法適用会社である。また、産業経済新聞社を筆頭に、読売新聞東京本社、朝日新聞社、日本経済新聞社も大株主として、名を連ねている。バブル期に、郵政省が推進した民放テレビ全国4パカの波に乗った形で、岩手県では、第三の民放局として1991年4月、開局した。局名の 面恋は北海道や東北地方の方言で可愛らしい小さいの意味である。富士テレビ系列の番組を多く放送することを主眼とした編成は開局当時から今に至るまで普遍で自社制作番組については抑制する傾向にある。社名については岩手を省略した面恋テレビを使うことが多い。略称のミットは 夕方の報道番組で冠名に使用する程度である。開局当時のキャッチコピーは岩手かつてない面白さ、楽しくなければテレビじゃないだった。企業、団体は当時の名称。出展、1992年3月31日2003年3月31日、かつて水沢市に置かれていた旧本社。現在は面恋美術館となっている。 1991年4月開局。開局には、キー局である、富士テレビの他に、地元県市の岩手日報と、同じ岩手県の先発局であり、富士テレビとの関わりが、深い IBC 岩手放送が関わる。富士テレビ系列フルネット局の開局は、1975年10月1日の、テレビ新広島以来15年半ぶりとなった。当時キー局では、 トップの視聴率を誇っていた富士テレビの系列局として開局し、人気番組が東京と同時刻で視聴できるメリットを享受できることで、奇抜な社名とともに県民に急速に浸透していった。開局当初、本社は県南の水卓市に設置され、県庁所在地の森岡市には開発前の本宮地区に業務センターが置かれた。当時の本宮地区は田園地帯であったため、 田んぼの中のテレビ局であった。水沢本社、放送センターには、県内随一の広さを誇るスタジオが設けられていたが、実際には全くと言っていいほど使用されず、あらゆる点で、利便性の高い森岡業務センターが、本社、放送センター機能を担うこととなる。本社が水沢市に置かれた理由は、富士テレビのしかない広明会長と会局当時の自民党幹事長で、 岩手出身の小沢一郎との間に、小沢が産経新聞の各班に協力し、見返りに富士産経グループが水沢市に系列テレビ局を開設するというバーターがあったとされる。しかし富士産経側にとり、このバーター取引は思ったほど機能せず、ほどなくして陶器場も森岡本社となり、富士テレビが所有していた旧本社社屋は1999年に、 水沢市に無症状とされ、面濃い美術館として使用されることとなった。2007年4月12日には、コミュニティ FM 局の欧州 FM 放送が既存の放送設備を利用、建物の一部を本社兼スタジオとして開局した。森岡本社は、隣接地に関連会社の社屋が建てられたほかは目立った、増築も行われないまま、現在に至る。社屋周辺は、 再開発の結果、公害化が進行し、公営施設や住宅、店舗が増えたため、戦術のような田んぼは減少している。送信書、中継局のほとんどは1996年10月1日に開局した岩手朝日テレビと共同使用されている。いやっと同様、平成新局だったため、アナログ送信書、中継局は、先発2局より少なかったが、 デジタル送信書、中継局は後に、総務省や地元自治体の支援を得て開局したデジタル新局があり、県内を100%カバーすることになった。富士テレビ系列のリモコンキー ID 地図、シワ町新山にある親局送信書その他2012年3月31日定派ほか、このほか、会議室などをスタジオとして転用する例が見られる。 ニューススタジオを改装する際は、報道部室内やアトリウムからニュースを放送することがある。制作局の表記のない番組は、富士テレビ制作。テレビ、東京系列その他テレビ東京系その他の番組は、IBC 岩手放送からの移行は、テレビ岩手からの移行は、開局直前の1991年3月まで、当該局で放送されていた。 た多,多数た多,多数地震発生時は、ドラマの再放送だった。速報テロップを出した後、面ンテレビのスタジオから伝え、フジテレビ初の報道特番に移行した。報道特番中に一部時間帯で自局からの放送を挿入。14日以降も、フジテレビ初の報道特番を放送し、途中に自局の放送を随時挿入した。 FNN の報道特番が落ち着いた頃からめんこい、テレビ独自制作の報道特番も放送開始。ゴールデンタイムに長時間の報道特番を入れたり、午後のほか、深夜も、週夜放送で安否情報を放送するなどした。また、16日からは独自の L 字型画面を挿入。東日本大震災関連ニュースを放送するために3月14日から25日まで、メザニュー、 目覚ましテレビを、また同日から5月27日まで、FNN スーパーニュースを、臨時フルネットしていた。自社制作情報番組、アナログアンログは、当初より3月終了予定であったが震災により、報道編成を中心に構成していたこともあり、同番組としての最終回は放送する機会がない、マ、ま、マ後継番組の89に移行している。局以降数年間は、 アナウンサーとは別に、女性リポーター、ミットを天気リポーターが数名おり、天気予報のほか、番組リポーターとしても出演していた。ッコは、入社年度アナログ放送が行われていた頃は、ニコ市に、あるニコ中継局がよく受信されていた。デジタル放送に移行した現在でも、面ンいテレビのみ、他局の影響を受けにくい 50CH を使用しているため、広域で受信できる。 新聞紙での扱いについてもべる。八戸市の地域紙デイリー東北は元より、青森市に本社を置き、青森県内全域で購読されている、東欧日報であっても、ラテ欄には、青森県内のテレビ局と並び同局の番組表が掲載されている。全国紙の青森県版のテレビ欄も、地元民放3局の横に、同局の番組表が、フルサイズで掲載されている。 報道、営業について言えば、青森における FNN の系列局として、フジテレビが位置づけられているが、実際の報道取材は、同局が、その一部を担当する場合がある。営業機能を有する8の兵士社が設置されている、ことからも、青森県の南部や上北、六津地方で、面恋テレビが広く視聴され、ビジネスとしても成立していることを示している。そのため、 岩手県及び青森県南部地方が事実上のサービスエリアとなっている。かつて岩手メンコイテレビ8の決車が入居していた武田スポーツ16日超ビルメンコイテレビの緊急地震速報は岩手県内のほか38か三北地方に警報が出された場合にも表示される。次の青森県のケーブルテレビで区域外再放送をしている。 開局当初より曲キャラクターとしてピンク色の馬、ミット君を採用。ミット君は岩手県水沢市生まれ。着ぐるみや CG バージョンもある。イラスト版については2014年に丸みを帯びたデザインにリニューアルされている。曲のイメージソング Believe Tomorrow も作られ開局からしばらく使用された。インストゥルメンタルは開局以降数年間天気予報の BGM として使用していたほか、現在も放送開始、放送終了時の BGM に使われている。ミットと読ませるために綴りを入れ替えている。ロゴは小文字を使用。財政民法局で唯一北上市に死者支局がなかった。それまでは先行民法2社が富士テレビの番組を放送していたが、数日から数週間遅れて放送されるケースが多く、 リアルタイムで視聴できる番組は、わずかしかなかった。テレビ局名は、地域名、テレビ、または、放送といったシンプルな社名が好まれる中、以後も、同系列局には、サクラんぼテレビジョン、高知さんさんテレビといったユニークな社名のテレビ局が、誕生している。水卓スタジオには、副調整室の機材はなく、使用する場合は中継者が必要だった。中川一督長。 メディアの支配者に詳しく書かれている。ミッド開局当初から現在のイアットにあたる4番目の民放テレビ局が開局することが決定していたため、イアット開局前の5年間における設備はミッド単独で使用していた。マルチ編成は3チャンネルまで確保可能であるが、同局は現在2チャンネルしか使用していない。また現在、マルチ編成は実施していない。 旧水沢市の旧本社と森岡市の旧業務センターの名称を交換したもの。制作機能はなく、以下の事業所と同様に、営業編成、報道制作両局の配下となっている。2018年3月31日までは、それぞれの番組終了時間が月曜から木曜と、土曜20時台の番組は20時54分、金曜の金曜プレミアムは21時49分、 日曜の日ファミは21時54分ネットセールス枠で次の番組をスポット枠を挟む形だったため他の富士テレビ系列も同時フルネットで放送されていた20時代が月曜から木曜と土曜が20時54分21時金曜の金曜プレミアムが21時49分21時55分日曜の日ファミ は番組開始から終了時間は変わらないが21時48分21時54分の枠がそれぞれローカルセールス枠に転換された日曜20時代の番組のみ2021年4月以降も日原8を同時フルネットで放送している自社制作ではなく外部プロダクションが制作しているが年によってはめんこいテレビアナウンサーが司会を務めている司会は 富士テレビの須田鉄穴、タレントの坂木原育英、ヘリ中継は富士テレビ木端義子穴だった。青森放送も日曜日夜に再放送を行っている。ミッド開局時はトラップ一家物語の途中から。一クール目はサービス放送期間に一挙に放送。ミッド開局時は不思議少女ナイルナトトメスの途中から。ミッド開局時はもう誰も愛さないから。 ミット開局時は学校へ行こうからミットにおいて開局一発目に放送された番組。岩手における本番組の放送枠のネットは1980年3月の岩手放送での小川博士賞途中打ち切り以来11年ぶり。岩手における本番組の放送枠のネットは1980年3月の岩手放送でのはい。 土曜日です途中打ち切り以来11年ぶり。1クール目はサービス放送期間に一挙放送。元秋田テレビ。2013年から2016年7月まで、東野テレビに出向元 NHK 釧路放送局2010年5月15日には、IBC ではジャジャジャ TV、メンコテレビではアナログアンログで一部のパーソナリティを交換して放送を行い、 午後から放送された特別番組、ジャジャログ、緑が丘ヒルズでは2曲同時性放送を行った。ABCDE 株式会社岩手面恋テレビ第31期決算、広告 AB 株式会社フジメディアホールディングス第71期、定時株主総会招集後通知2012年6月1日、日本民間放送年間2008参照、総務省電波利用ホームページ。総務省、 2017年6月10日閲覧。日本民間放送連盟。日本民間放送年間92貢献出版。1992年11月。185ページ。日本民間放送連盟。日本民間放送年間2003貢献出版。2003年11月。189ページ。日本民間放送連盟。 日本民間放送年間2016貢献出版2016年11月237ページ1990年11月1日発行岩手日報長官第5面基地化広告より1991年3月3日発行岩手日報長官第4面全面広告より1996年4月1日発行 岩手日報長官テレビ欄の広告より、当日発行の岩手日報長官テレビ欄から、ありがとうございます。